ではお話を伺います。バンラル八戸背番号30、黒石隆也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は10月29日木曜日の練習後にお話を伺います。今日も練習お疲れ様でした。お疲れ様です。どうですか、八戸はめっきり朝晩寒くなってきましたが、黒石選手大丈夫ですか？そうですね、まあ、自分は基本冬の方が好きなんで、まあ、暑いのよりかは寒い方がいいかなって感じですね。そんな今まで寒いとこで過ごしたことないでしょ？そうですね、あんまり、まあ、ここまで寒いのはあんまりなかったですかね。なんで寒い方が好きなんですか？いや、なんか暑すぎるとちょっとなんかもうどうしようもないっていうか暑かったらまだ服着込んじゃえばなんかちょっと暖かかったりするんで、とかもあって全然自分は冬の方がいいって感じです。それあと2ヶ月後にもう1回聞きますよ、その質問そうですね、雪が降ったらちょっと今まで体験したことないあれやったんで。ね、リーグ戦もホームラストは12月6日ですけれども、リーグ戦12月20日までですからね。そうですね、まともに練習できない日があってもおかしくないですよ、八戸は県内で雪少ない方とはいえ。そうですね、雪が降って雪中サッカーとかねえ、人工芝も凍るかもしれないですから、あ、転んだら危ないですしね。そうですね、はい。さて、前回の試合を少し振り返っていただきたいんですが、25日鹿児島ユナイテッドとの対戦でした。その週の水曜日に富山で試合をして、中3日での試合となりました。中村太一選手が挙げた1点をみんなで守りきっての1対0でした。まず鹿児島戦振り返っていかがでしたか？そうですね、まあ、その前節富山戦で、まあ、連敗は防げたんですけど、まあ、勝ちがなかったっていう状況で、まあ、ホームでサポーターのみんなと勝ち合いたかったっていうのもあって、まあ、鹿児島っていう上位の相手に、まあ、勝てたっていうのは少しでかかったかなと思います。その中村太一選手のゴールにつながったのが、相手のパスを黒石選手が中央でカットして、でシュート行くと見せかけて打たずに、行くと見せかけて打たずに左の前田選手にパスをして、で前田選手から太一選手にボールを入れてのゴールでした。あのあたりは黒井選手はどんなことを考えてプレーしてたんですか？そうですね、まあ、ボールを奪った時はまあ前が空いてたんで、ドリブル始めて、まあ、元々あんまシュート打つ気はなくて、まあ、多分切り返したら多分絶対引っかかるだろうなっていうふうに自分は思ってたんで、まあ切り返したら引っかかってくれたんででシュートを横を見たらシュウさんがドフリーだったんで、まああとは流してシュウさんのクロスから大地くんのいいゴールって感じだったんで。なるほど、そうか、あら、僕も見てて、あ、打つぞと思って黒石選手のフェイントに引っかかった感じでしたねはい、でその後、太一選手はあのサブのメンバーの方にこう走っていたんですけれど、はい、そこから後ろから追っかけてきた黒石選手がすんごいジャンプでそれに覆いかぶさっていったのがチームのインスタに上がってました。すげえジャンプ力ですね、はい、そうですね、まあ、あの時間帯もいい時間帯で点が取れて、まあ、自分も得点に絡んでるっていうこともあって、まあ、ちょっと嬉しかったですね、はい、おすごいジャンプ力でした。はい、はい、久々の8試合ぶりの白星をホームで挙げることができたってことについてはどんな気持ちですか？そうですね、ホームでも全然勝ててない状況が続いてて、まあ、サポーターの皆さんも、まあ、いつ勝つんだろうじゃないですけど待ってたと思うんで、まあ、アウェーじゃなくてホームでサポーターの皆さんの前で勝てたっていうのは、まあ、一つ自信になるのかなと思います。はい、分かりました。でもうちょっとお話遡りますけれども、黒石選手は10月18日に行われた AC 長野パルセイロ戦で嬉しい J 初ゴール、
日にち経ちましたが、おめでとうございました。ありがとうございます。はい。どうでしたか、日にち経ちましたが、改めて初めてゴールを決めれたことについてはどんな気持ちでしたか、その時は。そうですね、まあ、ずっと決めなくてはいけないところで外してたりもしてたんで、まあ、やっと決めれたというか、ちょっとホッとはしてます。野球とかって初めてホームラン打ったボールって戻ってきたりとか、はい、あとアイスホッケーとかでも初めてゴール決めたパックはチームメートが回収してきて本人に渡したりとかするんですけれど、サッカーってそういうのあります？いや、全くないですね。手元に残らない？何もないですね。寂しいですね、なんかね。そうですね、まあ、まあ、いろんな人から連絡はもらえたんで、おお、それだけで十分です。そうですか。はい。まあ、バンラーレは最近、3バックに、まあ、去年までも3バックだったので、まあ、それに戻してという形なんですけれど、クロイス選手は最近スタメンでも出ていて、特にこれまでは右サイドで出ることが多かったんですが、ここ数試合は逆の左サイドでのスタメンも増えてきました。やっぱりどうですか、左サイドってこう難しい面ってあります？まあ、そこまで自分自身その違和感っていうのはなくて、まあ、去年も右サイドハーフやったり左やったり、うん、まあ、フォワードトップ下とか、まあ、いろんなとこやらせてもらってたんで、うん、まあ、それにこうやらせてもらってた分、まあ、幅が自分のプレーの幅が広がってったっていうのもあって、うん、まあ、あんまりそんな右から左に変わったから違和感はなく、うん、まあ、自分のストロングで仕掛ける部分っていうのは、まあ、変えずにできてるところなんで、うん、まあ、楽しいですけどね。サイドハーフのポジションになりますけれど、どういうことを心がけて最近はプレーしているんですか？そうです、攻撃は、まあ、自分のストロングを出しつつ、まあ、裏抜けたりっていう、うん、相手ディフェンスの駆け引きだったり、まあ、守備のところは、まあ、自分まだ全然守備できてなくて、まあ、チームメイトに結構迷惑もかけちゃってるんですけど、うん、まあ、守備のところをもうちょっと頑張りたいなと思いますけど、うん、守備の面ってやっぱりこう予測、相手の動きを読むとかっていう要素も大きいものなんですか？そうですね、まあ、相手のサイドハーフの位置とかもちょっと気にしつつ、うん、自分がサイドバックに行くのかみたいなのもありますし、うん、まあ、そこも全部駆け引きになっちゃうんですけど、うん、まあ、いかに自分のところで取れるわけではないんで、うん、どんどんどうはめていくかみたいなのを考えながらいますけど、まあ、まだまだって感じですね。うん、結構切り替えの速さが重要なポジションになりそうですね。そうですね、まあ、自分は、まあ、走ることしかできないじゃないですけど、いやいやいや普段を繰り返してやるしかないと思ってるんで、うん、もう前に行って取られたらダッシュで後ろに戻るだけだと思ってる。結構行ったり来たりの距離は多いポジションになりそうですね。そうですね、まあでも全然楽しいんで、このポジションが楽しいから、まあしんどいですけど、うん、全然苦じゃないというか、うんうんうん、じゃあその運動量で、終盤戦も頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、まあ黒石選手は先週ブログ見ていても毎回のように自分人見知りなんでってコメントが出てきますが、まあもう慣れたでしょう、チームには、チームメイトには。そうですね、チームメイトにはまあ慣れましたね、だいぶ、うん、やっぱり今でも丸岡選手とか伊勢選手と一緒にいることが多いんですか？そうですね、丸岡、伊勢、国領選手とかは、うん、ほぼ毎日一緒にいますね。
だってあのクラブのホームページのプロフィール見て八戸の好きなとこって言ったら伊勢の家って書いてましたよ。そうですね、夜いつも温泉行くんですけど、うん、温泉行って、まあ、家もアパートが一緒なんで、ああ近いですね。そうですね、だから自分の家帰るよりもまあ伊勢の家行ったんよってそれから帰るみたいな感じですね。ああ、あの自分の部屋にみんな集まるんじゃなくて、どうしてこう伊勢選手の家にみんな集まるんですか、なんかあるんですか。そうですね、自分の家ちょっとあの一番上の階で、あちょっとみんなしんどいっていうそんなタワーマンションとかじゃないでしょ。じゃあ3階なんですけど、うん、みんなしんどいらしくて、うん、でちょっと伊勢はちょっといじられキャラっていうこともあって、ああの人の家やったら何してもいいみたいな感じなんでちょっと伊勢の家に集まることが多いです。集まってみんな何してるんですか。何もしないです、携帯いじってちょっと喋って、まあ明日も練習やしじゃあ帰るわみたいな一緒にいるのにみんなスマホいじってあんま言葉交わさない。そうですね、まあ、温泉とかはやっぱずっと一緒に行ってるんで、あ、まあ、話すこともなくなってるっていう伊勢の家に行ってしまうっていうそんな感じ。それはあの光熱費を浮かすためではないですよね。いやいや違います、全然違いますそれはそうです。わかりました。はい、まあ年もね皆さん近い、まあ国領選手だけ一人お兄ちゃんですけれどもね、だいぶみんな年近いですからね。はい、わかりました。はい、さて今後の試合情報ですけれども、今日が29日の木曜なんですが、もうあさってにはブラウブリッツ秋田とアウェーでの対戦となります。無敗の相手ではありますが、バンラーレは前節勝って、アウェイに乗り込んでいくという形になります。秋田戦、意気込みをぜひ聞かせてもらえますか。そうですね、まあここまで無敗できてるっていうことは確かなんで、うん、まあでもそろそろ八戸が黒星をつけてもいいのかなとおいうふうに思ってて、うん、まあ先週というか鹿児島勝ってる勢いのまま、まあ1位の相手にどこまでやれるかっていう自分自身の試す場でもありますし、うん、まあ、しっかり戦い抜きたいなと思います、うん、とにかく秋田さんは負けないチームで、失点もびっくりするぐらい少ないチームになりますが、黒石選手としてはまたバンラレとしてはどんな試合を心がけていきたいなと思いますか。そうですね、個人としてはやっぱり得点だったり、その得点に関わるプレーをしていきたいのと、まあ、チームとしては、まあ、硬い試合になるのはまあ間違いないので、うん、まあ、じれずにじっくりやっていきたいなと思います、うん。隣の県のアウェー戦なので、アウェーサポーターの応援も解禁になったので、結構バンラレサポーターも秋田に行くぞっていう方が多いようなので、これ力強いですね。そうですね、サポーターのまあ、今声は出せないですけど、うん、まあ、いないのでは全然力が全然違うので、うん、まあ、そういうのは嬉しいです、うん、はい。で、土曜日秋田で試合して、中2日で、3日の火曜日に今度ホームでロアッソ熊本戦ということになります。秋田と試合して、熊本と試合して、まあ、この間の鹿児島も含めれば上位相手の試合が続くわけですが、熊本戦に向けての意気込みも少し聞かせてもらえますか。そうですね、熊本は前期やって結構しんどい試合を自分はちょっとベンチから見てたんで、まあ熊本も強いですし、回してくるチームなんで、うん、まあ、耐える時間が長くなるのかなと思いますけど、まあ一発そこで決めてしまえば、うん、多分相手も崩れてくると思うので、まあ、耐えてカウンターじゃないですけど、どんどん狙っていきたいなと思います。うん、わかりました。いや、しかし久々の白星をつかんで、秋田熊本と戦うということで、どうですか今週のチームの雰囲気も、それまでとはまた違った感じになってるんじゃないですか。
そうですね、まあ、白星が挙げてたからどうじゃなくて、うん、中でもっとみんなもう一もう1倍2倍ぐらいちょっと強度上がってるなと思うんで、いい試合したい、うん。気づけば今季も残り11試合、もう3分の2がね終わってしまうということになります。ここからまたチームとしても巻き返しを狙っていく終盤戦かと思いますので、黒石選手は、残り11試合どんな活躍したいなと思いますか？そうですね、やっぱ得点結果でチームに貢献していきたいなと思います。うん、わかりました。はい、じゃあ最後になりますが、秋田戦もたくさんアウェーの地に乗り込む方も多いでしょうし、そしてまたホームで勝ちたいと思って集まってくださるサポーターの方も多いと思うので、ぜひ黒石選手からサポーターの皆さんに一言メッセージお願いできますか？秋田戦は必ず勝って帰ってくるので、うん、まあ、現地に来てくれるサポーターの人もテレビなどを見て応援してくれる人も応援の方をお願いします。はい、じゃあまたね、秋田隣の県とはいえアウェーで試合して、また中2日っていうのがね続きますけれども、ぜひ体調気をつけて、怪我には気をつけて、はい、はい、もうバンラーレ誰も怪我しないでください。はい、はい、ということで、今週は背番号30黒石貴也選手にお話をお伺いしました。ありがとうございました。